ウィペットとは、イギリスのイングランド原産のサイトハウンド犬種である。犬種名は、無地で撃たれた馬のように素早く瞬足で駆け回ることに由来していると考えられている。この犬種の原種は17世紀頃に作出された中型のグレーハウンドである。貧しい農民が共同で貴族からイングリッシュグレーハウンドを買い寄せ、改良を加えて小型化したものであると言われている。 19世紀になるとこの犬種にはさらに改良が加えられ、他のサイトハウンドタイプの犬種の地が導入されて、ウィペットが完成した。主にサイトハントに使われていたが、ウサギ殺しゲームや獲物の匂いのついたルアーを使ったドッグレースにも使われていた。ウィペットは2度の世界大戦の戦果をあまり受けることなく生き残り、戦中は食料調達のための犬として陣調されていた。 戦後はドッグショーに多く出場することにより、貧しい農民の犬というイメージから高ステータスで可憐な小ドッグにイメージを変えた。世界的にも人気を博すようになり、ペットとしても多く買われるようになった。日本ではあまり多くは見られないが、ブリーディングも行われていて、13から25万円くらいの値段で販売も行われている。 2007年度の国内登録党数順位は136位中43位であった。サイトハウンド研修のため、マズル、首、足、胴、尾が長い。背中が美しい流線型を描いているのが、本種の一番の特徴である。マズルは細いが、噛む力は強い。目は黒く大きい。俺耳、サーベル型のタレオデコートは、スムースコート、毛色の制限はない。 体臭が元から少なく、ほとんど気にならないため犬の匂いが苦手であるという、人でも苦難なく飼育することができる。ただし、低アレルゲンというわけではないので犬アレルギーの人は注意が必要である。コートは、重毛ブラシでブラッシングするだけでなく、時々蒸しタオルでマッサージすると、美しさを増し、新陳代謝を促すことができる。対抗は、 オス48から56センチメートル、メス46から53センチメートルで、体重は、死ゆともに13キログラム前後の中型犬。性格は愛情深く明朗である。外交的で、主人家族以外の人や他の犬とも仲良くすることが、できる。英国ケネルクラブでは、音話で人懐っこく、ラのない気質と表現している。走りについては、 イングリッシュグレイハウンドよりも加速が速いが、総合的なスピードはそれよりもいくらか遅いと言われている。しかし、最高で80キロメートルものスピードが出せると考えられている。走り回ることが大好きで、運動量は非常に多いが、室内にいる時はおとなしい。ただし、広く伸び伸びとしたスペースがなければ、ストレスが溜まってしまうため、 狭い室内やケージに閉じ込めての飼育は難しい。非常に寒がりなので室内外に限るが、一軒家や,や一戸建てで飼育し、散歩を欠かさず行い、さらにドックランなどで自由運動ができればベストである。遺伝的にかかりやすい病気は少ないが、稀にメシッカンや口外列にかかる犬もいる。ありがとうございます。